転んでも助けてあげないぞ。よっ、おはよう。昨日は本当によく眠れ。普段通り悪くなかったわ。日中は日差しも明るいから参道も歩きやす。よし、行こう。さっき拠点でまたカラスマークを投げたんだが外れだったぜ。悪い運気を消耗したから今日は無事に山を降りられるってことだね。おう、そういうことだ。今回はきっといけるさ。まずい、雪崩だ。避けろ。平気よ。それよりもあの二人が見当たらないわ。おそらく雪崩に巻き込まれて崖の下まで落ちてしまったようね。落ちた？大丈夫かな。彼らの実力なら命に危険はないはずよ。でももし石や氷雪に一刻も早く助けに行こう。今おう。炎の盾。ベネットー、ベネット無事なの？聞こえてたら返事して。ベネット、あっちから声がするわ。ベネット、お前か？みんな、俺はここだ。大丈夫か？怪我はないか？今確かめてみる。頭がクラクラするけど体は痛くない。無事でよかった。めまいがするのなら少し。平気平気、この程度のことにはいつも。そうだ、アルベドはお前と一緒に崖に落ちたはずな。ベネットが見つかったのならアルベドも近くにいるはず。うん。彼の姿は見当たらなかったわ。こっちにもいなかったぜ。おかしいな、オイラたちもだ。一体どこに行ったんだ。みんな、あ、アルベド、大丈夫か？問題ない。やっとみんな揃ったわね。みんな、俺思ったんだけど、カラスマークの表。みんな、そんなこと言わないで。ま、そうだよ。それに雪山はもともととっても危険なところだし、雪山で雪崩に遭うのだっておかしなことじゃないよ。旅人、どうしたの？どうしたんだ？顔色が悪いぞ。あ、もしかしてお前も頭を打ったの？みんな災難に見舞われてしまったが、引き続き前に進もう。なんだか雪山が以前よりも危険に感じるわ。気のせいだといいんだけど。今は一刻も早く麓に行き、冒険者たちと合流することね。うん、みんな。火に気をつけろ。よっ。助けが必要な方がいるはずです。
勝利はすぐ目の向拠点に着いたら、あ、みんな無事にたどり着けま。おい、どうしたんだ？さっきから何かがおかしい？こんなに長く雪山にいるなんて。エウルア？あら、ごめんなさい。聞いて、昔雪山へエウルアを探しに来た時は、いつも決まった場所だ。気温がもう少し高くて。そうね。人、アルベド、ここが山を降りる道。ああ、この辺りは道が複数あるみたいだな。私もまだ頭がくる。どちらでも構わない、ついてくるといい。待って、みんな、ベネットとアンバーの顔色が悪いから、少し休憩してもいいかしら。具合が良くなってから出発しましょう。そう言われれば。え？私？さっき混乱した状況の中、頭をぶつけていたわね。気づいてたんだ。でも、こんな些細なことでみんなに迷惑をかけて、大丈夫かな？大丈夫。体の方が大事だ。うん、ごめんね。あり、みんな、ふん。めまいがするときは水を飲むと少し楽になるんだ。それと横になるのも効果的だぜ。ありがとう、ベネット。こういうのに詳しいんだね。日常生活からの贈り物ってやつかな。ベネットもめまいがしてエウルアって冷たく見えるけど、友達のことを気にかけるときって誰よりも真剣だよね。エウルアのそんな表情を見ると、私、おお、にらまないでよ。旅人、顔色が悪いけど何か考え事？長く戦い続けてきたものの直感ってやつかしら。私もなんだかおかしな感じがするわ。何かが、これらの推測を安易に口に出すわけにはいかないわ。君も同じようなことを考えているはず。旅人、君は、まだ終わっていない。準備をするんだ。この魔物は非常に複雑な構成をしている。みんな、自分の身を守って。攻撃は私に任せ。両弦のチャン！
それ。やっ。やっさんだ。よっ。ふっ。だ。ほ。は。よっ。いやいや。やっ。五時の炎。私を甘く見ないで。おい。は。ほ。何だったんだよ、人に変わったり。みんな怪我はないかい？大丈夫。でも状況を説明してくれる？私何がなんだか。この魔物、前に私が遭遇したものよね。ああ、君の考えたように、あれは極めて稀な変異トリックフラワーだ。でもトリックフラワーって人に化けられるのか？普通は不可能だ。しかしここはドラゴンスパイン、状況が少し特殊でね。おそらくこの土地に蓄積された魔竜の血が地脈を通って魔物に伝わり、急速な変異をもたらしたのだろう。そんなことあるのか？この雪山には魔竜ドゥリンの死体が眠っている。もし想像を超えた生命現象がこの大陸のどこかに現れるとしたら、それはおそらくここだろう。ドゥリンは人によって創造された奇跡の生命体。その存在は無数の可能性だから、僕たちが。どうやらあの雪崩もこの偽物が起こしたものみたいね。ああ、君たちが下山途中。あっ、そんなこともあったね。忘れ。可能性がないとは言い。だけど目的は何？うん、その点について、トリックフラワーは擬態を得意とする生物だ。普段野外で、つまりそれらの本能には原型に近づき原型に変わるという意識。植物に偽装する場合、その植物。しかしに、お前にとって変わって。ああ、雪崩を引き起こしたのは僕たちを片付けるためかもしれない。奴はずっと僕たちを観察して。うん、確かにトリックフラワーの修正。奴がジョエルに近づいて攻撃したのはまさか演習だったの？おそらくそうだろう。もしくは奴は人間に擬態するのが面白いことだと気づき、人になる感覚を体験したかったのかもしれない。幸いなことにすぐに気づけたわ。そうい旅人、君はどうやって僕と偽物の判断をしたんだい？俺も聞きたいぜ。俺はあれが偽物だって全然わからなかった。なるほど、やはり人間に擬態するのは非常に難しいようだ。この変異トリックフラワーは原型に限りなく近づいていたが。信じられない、雪山にこんな恐ろしい可能性が潜んでいたの。何はともあれ、勝利したのは俺たちだ。どうやら俺の方法が効いたらしいな。先に悪い運をしょ。それはもし山から落ちても怪我がなかったことをさ。え？ああ、俺はそれも一種のでは少しを。おう、行こうぜ。来たぜ。サイリアスさんはいないみたい。多分山の上に。アンバ、具合は良くなったの？うん、私は大丈夫。心配しないで。今回は本当にお前たちのおかげだ。みんなに感謝の気持ちと。ベネットの体質からしてこれまでも、人からもらった恩は何度経験しようとしっかり心の中に刻んでるんだ。みん、その感謝の気持ち。おい、その通りだな。俺はずっとそれをやってきたそうだな、サイリスさんが戻ってきたら俺、はあ、なんだか今日は
いろいろなことがあったわね。そうだね。私は少し休むわ。みんな、しばらく失礼するわね。私も水を飲んで、あと果物を食べてくる。こいつらが下山できない呪いも、なんだか一大事を成し遂げ。だったら、僕と一緒に来てくれ。感づいていっ。うえ、また拠点に行くのか。うん。では。君たちをまたここに。さっきの偽物。ああ、旅人。君が、ああ、この印。おお、その一言。うん。僕がこれから話すこのひし形の印について。いや、これは君たちはガラス製品を見たことがあるかい？吹きガラス技法はテイワットでは流行していない。そのため吹きガラス、それが原因で。なんだか。とても奇妙で美しい工芸。この印も人工生命と自然生命、そして錬金剤の。そうやって。このようなあの偽物は君は他のものとは。パイモンの言う通り、人間は超越と自らと言い換えれば。そういえば物語は。そうかい。それなら素材はいいぞ。んでもオイラたちまだ冒険者協会の手伝いが。創作はその時は。ああ、じゃあおい。あ、物語。確かに事前に思いつくべきだった。竜の腹には師匠が作った失敗作があった。それが物語の原点。もし僕たちの立場が逆転し、当時生き残ったのが君だったら、僕は放棄された実験品として、原初の人間計画の失敗者として君にとって変わろうとするだろう。自らの姿を君に変え、君の錬金術を学び、奇跡の生物を創造して注意をそらす。そして隙を見つけ、唯一秘密を見破れる旅人を排除しようとするだろう。そうすれば僕はこの世に生まれた喜びを取り戻せる。